ということで、ってことでだいぶ雨が降ってきましたが、うん、ギリギリね、片付け終わってザーザー。そうですね、こうやって喋るのないって、まあ、皆無だね、初だよね、まあ、去年ぐらいからね、うん、ロケが一緒になるっていうのはちょいちょいあったけど、はいはい、それまではね、試合で一緒になる試合もほとんどなくって感じでね、試合もそうだし、まあ、フィッシングショーでやっぱりちょっと会う。そうだね、そうだね、時間的には、うん、最初そう、橋崎さん知ったのは、うん、オールスター、うん、やっぱりオールスターの時に、うん、印象残ってるのはですね、ビンゴパン。ああ、ビンゴパンね、もうトーナメントみんな食うからね、食ったでしょ、食った口でしょ、いや好きですよね、でだよね、未だに食うもんね、うん、そう、チョコチップのこのぐらいのチョコチップスティック、ね、夏は水分持ってかれるやつだよね牛乳がいい、あの時だけ牛乳がいい、うん、それなんだ。そう、それとあとカットテープ、ああプロブルー、プロブルー、うん、未だに使ってくる、ね、あ、本当ですか、うん、ヘビダン、ヘビダン、信用度が高いからなかなか、まあもう定番中の、うん、あれを直して使ってる、使ってた、うんうん、ちぎったりね、そう、手でちぎりゃいいんだけどなぜか歯でちぎるみたいなそう、あともう一個あって、うん、やっぱボート派手だったんですか。あ、そうだね、あれは度肝を抜かれたというか、あ、じゃあ時代が早すぎて、そう、何のことだろう僕はオリキンはそうだろうな、そう、ちょっとそうだ、ね、どう受け入れていいっていうか、理解していいのかが、なんかそのまあ派手好きっていうのもあるけど、人がやってないこと早めにやりたがるのが、あれもちょうど走りみたいな感じ、うんうんうん、でやってやろうと思って、なんかスポンサーあれちゃんと公認でやったの。へー、ああいうアニメものとかキャラクターものってすっごい版権とかうるさかったんだけど、はいはい、そのフィギュアメーカーを協力してもらって、デザインから、それはすぐ承諾、うん、承諾してもらって、で意外とすんなりいけて、でもね、あんだけ派手にやっちゃうと成績がついていかないと逆に、ね、自分にはマイナスになっちゃうからもろ刃の剣的なのもあるんだけど、え、あの時は実際ダメだった、ダメだった、うん、全然ダメ、うまくいかなくてね、まあその前の年がうまくいきすぎちゃったから、うんうん、まあ派手で終わっちゃったみたいな、まあでもそんなんで地道ずっとこうプロやり続けてて、やっぱりこの年齢、俺も50になろうとしてる年齢だから、え、49だよ。マジですか、うん、そんな49歳周りにいないんですよ。まあ遊び回ってるからね、うん、もう趣味も仕事もみんな一緒みたいな、私生活もみんな一緒みたいな、まあそうね、こんなにストレスなく生きてるから、うん、あんま吹けないのかな。でやっぱ釣りってこう基本は魚探すのがベースになって、そこは時代が変わってもあんまり動かない、まあまあ、釣るのは一緒ですね、ね、で魚の動き自体も年々で多少のこうブームというか変化はあったとしても、うんうんうん、基本的な行動は変わらない中で、うん、まあ、その中でこうどん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 みんなのテクニックも上がっていったりさ、そう、ルアーも進化したりしていく中で、うん、やっぱり年齢を追うごとに通用しなくなってくる部分も感じたりするの、めんどくさがったりさ、あとは経験が邪魔にし、うん、邪魔をしてこれはないなみたいな。そうですね、僕もあのやっぱり過去釣れたイメージが結構出てきちゃう、うんうん、あるよね、いいイメージで、うん、あるよね、やっぱで、ダメなイメージも俺出てくるし、特に同じフィールドでトーナメント戦い続けてるから、やっぱり定番の釣りをベースにこう組み立ててくるんだけど、うん、まあ、それで、でも20年、30年ってトーナメントやってて、ずっと通用しなくちゃダメじゃない、うんうん、だからオールマイティに春節もやったりバンク打ったり、うん、もう何でもできるようにならないと、うん、やっぱり平均以上はいかないし、うん、その中でその旬な釣りというか新しい釣りも取り入れながらって、そこ苦手なんだけど、うん、特にここ 2,3 年、うん、まあ、そこ意識しててね、だからまあ知ってるか、あのカスブラ、はい、わかる、うん、彼らみたいな若いの
連中とか、うん、あとフィフティの量とか、うんうんうん、ちょっと自分と違う釣りをする子とか、そういう子と一緒に乗ったりして、こう人の釣りをポイントとかじゃなくて、うんうんうん、あこういう、まあ、サイトにしろ自分はこう決まった釣り方があるんだけど、じゃない釣り方っていうのを見せてもらって、うんうんうん、それを吸収するようにして、でまあなんとかそんなうまくはいかないんだけど、うん、霞ヶ原ってそのシチュエーションそんなにポン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 と釣れないから、うん、でもそういう一応通用するための自分で進歩はするようにはしててね、実際自分のものにできた感じ。例えばもういつもだったら、いつもだったらっていうか、まあ、イメージ的には SS ギルナって言ってスピナーベイト投げて、うん、ヘビダン投げて、うん、おしまいみたいな、うん、みんなは持ってると思うけど、うん、実際にはじゃあそこに魚がいましたって言ったら、イモの転がしとかさ、うん、あとはイモケムシみたいなのをノーシンカーで、ノーシンカーっていうか沈む虫みたいにさゆっくり落としたり、うん、そういうので止めて待つとかさ、あんまりやってるイメージがないだろうけど、そういうのを、まあ、霞で愛知で愛知で引いたりとか、そういうのを最近するようにしてて、だから今までは見えない魚、見えない水っていうところで、まあ落としは一発で食うでしょみたいな霞のイメージあるんだけど、じゃなくて一発で食わないからどう沸かせるか、魚を引っ張り出すかみたいなのを、それは、うん、実際いるけど食わないっていうのは結構多い、めちゃめちゃ多くなったよね。前はやっぱりポン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 ストレッチ打ってて、入りましたポン食いましたみたいな釣りで5本とか釣れたんで、今はもうそれじゃ釣れないから、そこにいるでしょうみたいな大場所からどう引っ張るかっていうのを少し意識してたり、あ昨日ここにいたよなみたいなところの範疇をちょっと釣りを変えたりして、だからそうしないとみんなも同じことやってんだよね実際は。おそらくね、同じフィールドで、うん、同じ、まあ、大会に出て、うん、同じ、うん、釣れても釣れなくても、うん、その時の優勝したパターンで、うん、こう経験をもちろん自分の釣りもあって上げてってなると、結構グループというか、うん、その同じようなプロの中ではそうね、結構同じ一発の試合は抜きに出る、うん、もちろん抜きに出た方がいいんだけど、やっぱり年間タイトルを取るためにはこけちゃいけないっていうところで、うん、旬な場所と旬な釣りを見つけられた人は優勝はするでしょ、うんうん、で霞ヶ浦エリアが広いから結構旬なエリアっていうのが存在しやすい、うんうんうん、でそれで勝たれちゃう、まあ、自分も勝つっていうのが多いんだけど、それが見つけられない金、うん、だからもう絶対にいるんじゃないっていうところから引っ張ってしのぐっていう、うん、1本2本はそういう釣りでなんとか引っ張り出して、うん、まあ、大会で釣れなかったとしても練習で釣ってここは魚いるんだなみたいな、そういう確認をしたりしてこけないようにしてる。だから言ったらそういう釣りをしだしたのが 3,4 年前からなんだけど、年間取ってその後の2年もまあ年間争いには必ず入ってて、3位以下に落ちたこともないし、でもそれ前の年ってやっぱりもう本当にスピナーベしかない、はい、カットテールしかない、超狭い、自分の経験値だけで釣りをしてたから、こうじゃダメだなと思って変えたい、ね、若い子たちの釣りの影響がでかい、おかっぱりの食わす釣りっていう、うん、うん、まあもちろんトーナメンターの量であったり、まあ、山岡君と七色行った時とかに見た釣りとかも霞で使ったりとかさ、琵琶湖でジーコがやってるようなリアクションのダウンショットとか、まあ、いろいろやりだしたらキリがないんだけど、ここの場所だったらこういうので引っ張れるよなみたいな、ね、水深とかさ、そういうの見ながら練習から試すようにして、ね、ベースってどのぐらい結構頼りにしてる、そういう新しいのではなくて、うん、今までの経験、あだいぶ薄くなったね、少なった、なんか薄くなったイメージでは、うん、もちろんその旬のいい場所のいい釣り方だったり、うん、そのしのぐ時に何とか釣る釣りっていうのは釣れる方じゃない、うんうん、でも釣れないっていうほど考えると、うん、すごい経験は、うんうん、生きるのかなっていう
行きそうで、今の霞ヶ浦あんまり行きないかな。いるところがあんまり変化がないから、じゃあ何がダメで釣れないんだろうって言った時に自分の釣りなんだなっていうのを、この練習で後ろの子が釣ったりして実感させられる。キャストでもなく入れる場所でもなく、その水深とかそういう合わせ、レンジの合わせとかでもなく、そのルアーをいかにうまくバスを引っ張り出すような引き方とかルアーをチョイスするかで変わるんだなっていうのを、あんな見えない湖で浅いところで、結構そこって霞で釣って、うん、まあ探してどんどんエリアを絞っていって、うん、ルアーのジャンルみたいな、うん、早いか遅いかとか、うんうん、大きい小さいとか、うん、いうのがあって、それって結構最後じゃないですか。うん、でもそのエリアを絞るのがもう経験値で結構早く終わる。そこは経験値で早く終わらせられて、はいはい、まあ、水、その水の増減とかも今こう極端だから、うん、想像で大体当たる感じになってて、うん、でみんなもやっぱりそういう感じで、まあ、エリアを選んでって、はい、でも同じエリアに何艇か入るとかバッティングするとかっていった時に、どうしても同じ引数になってくるんだよね。よっぽどフライトがいいとか、なんかいいとこ、いいスポットに入れたみたいな、うん、そういうパターンがない限り、うん、同じような感じで釣るっていった時に、やっぱちょっとでもウェイト稼ぐって言ったら、そこでやらない釣りをやる、っていうのを勉強したね。すげえ勉強した。やっぱりトーナメントの釣り、俺は霞のその WBS らしい釣り方がその地にあるから、うん、これで食わなきゃみたいなのやっぱあんだよね。そのルアーの性能っていろいろあるじゃないですか、うん、スピードとか、うんうんうん、サイズとか、うんうん、その扱い方もあるし、うんうん、何が決定的に弱さ、弱くする、うん、弱く、より食い物により近くするみたいな、うん、見た目じゃなくて、見た目じゃそのフィーリングが食べてるものに近くなるように持っていかないと食わないっていうのを感じる。なるほど、うん、弱いけど弱さを主張するとか、うん、弱いけどちゃんとそこに魚がいるよって分かってるから魚が引っ張れる、はい、だからもうほんと食い一本でもいい、ここにいるでしょっていうところに落とすから食うわけで、サーチしてるわけじゃないから、だから弱くできるっていうか、ただそれをいつものようにすごい、まあ、5グラム7グラムみたいな進化がついたもので、うん、ドンズルみたいな、うん、じゃあもう本当食わないあからやっぱりそのエビであったり、うん、まあボラであったりっていうところをちゃんとしっかり見極めて、いかにそのみんなが投げてないようなルアーにで弱く近くみたいな、そこをやっぱりだから意識していかないとダメなんだなみたいな感じちゃったかな。本当に1試合の失敗がトーナメントのシリーズ戦って出ちゃったら終わるじゃない。そうですね、人数がいる分、うん、はい、必ず1試合もこけない人は出てくるから、うん、その存在にならなくちゃいけないっていうのを考えると、うん、今全部で何て40杯ぐらい、うん、その40杯のうち、うん、どこだったらこけてない、どの順位だったらこけてないとか、もしくは何グラムで、うん、3位以内で最終戦までちゃんと逆転できる位置にいないと、うん、まあ、それぞれの試合はウェイトの差があるから順位はあんまり気にしてないんだけど、ね、ワンデーだったらワンデーだったら自分が3キロを釣るっていう目標かな。5本リミットでしょ、うん、で3キロを絶対に持って帰ってくるみたいな。でも今年の霞はそれが厳しいんだけどね。3キロだとシングル、うん、確率、そうだね、アイオクは3、4、5位、そうそう、今のコースね、だからそういうのをすごい気にしてやってる、うん、やっぱりいろんな選手、モルキも知ってる選手がいっぱいいて、うん、さ、得意なジャンルの釣りを前面に押し出して釣りをするでしょ、はいはい、うん、ってこけるじゃない、うん、ここ最近、いや、でもなんかリゾルト見てると年間でその得意な釣り方がハマる試合っていうのは多分必ずとかであって、うん、まあ、だからこそ得意なわけだと思うんですけど、うん、でもまあまず全部っていうのは無理かなっていう、うん、
でその全部やり遂げないといけない、取れないから、うん、釣りを変えたっていう。エリアはだってそんなに変わんない、よっぽどなんかスペシャルなエリアを見つ、あの広大なエリアから見つけられたら別の話だけど、うん、自分の持ってるプラの時間から、まあ、本番の試合のこの魚がそれほど動かない範疇の期間で見つけるっていうのは霞水系だとどうしても厳しいよね、うんうん、だったら試合が行われる日程に近いそこら辺のパターン に、うん、に近い魚を見つけておいて、がやっぱり、うん、でどう釣れば食うのかなっていう、うん、だからオリキンと一緒に釣りしてロケしてとかさ、うんうん、釣りビジョンとかで釣りを見てとかさ、うん、そういうのすっごい見るようになったかな、うん、やっぱやんなきゃダメだなみたいな、うんうんうん、俺そういうの本当にやらない方だったから、だからなんかこう面白い釣りみたいなのにどうしてもシフトしちゃうっていうかさ、うん、そう、もう遊び好きだからさ、楽というか、うん、そうそうそう面白いっていうか、そうね、ぐるぐるドッカーンみたいな、トップでボンみたいなのが、うん、いいんだけど、うん、そうしてると大会はダメだから、うん、やっぱり弱くしたり強くしたりっていう強弱、なんだろう、まあその釣り方とかそのルアーって、うんうん、まあ言われればなんとなく理解できるんですけど、うんうん、じゃあその時それをパッて使うって至ったひらめきとか、うん、やっぱそれも見た経験値とか大きいかな、やっぱその一緒にプラに手伝ってもらってる暴走の人とかさ、うん、霞のおかっぱりの子とかは後ろで俺が釣れなかった魚を釣るわけさ、うん、あなるほどなみたいな、うん、もうそこは素直に吸収するようにしてるけどね、ああそうやって釣るんだ、そうやって反応させるんだ、うん、この間も試合でさ45-50ぐらいのがいてさ、ちょうどこうもう浅いバンクの浅い段に乗っかってた、はいはい、いやこれはチャンスでしょ、うん、こっち気づいてないし、うんうん、で持ってたロットが脳進化バックスライドでちゃんとそこで食わせのリグをスピニング持ち替えて、うん、行ってれば多分食った、うん、でも今までの自分が出ちゃう焦ってピッて投げた、まあ違う方向に、やっぱ逃げるもんね、逃げる逃げる逃げるっていうかもう それに行く動きじゃないから、うん、ああやっぱりこう見つけた瞬間からそういう釣りをしなきゃいけない、うん、やっぱミスがカバーできないよね、バスフィッシングのトーナメントってよっぽどがじゃないかい、その選択ルアーの選択もしろ、ね、うん、よっぽどじゃないと二度食いとかもないですよ、うん、あんまりできないもんね、ネストとかだったら別だけど、うん、ミスした分がそのままそっくりそのまま次で取り返せるって、うん、20回に1回ぐらいですよ ね、多分ね、霞なんかほぼないからね、うん、やっぱりそこがまだ甘いなみたいなの感じながら、うん、まあ、今年もやってて、ね、いよいよ最終戦みたいになっちゃってるけどね、うん、まあでも、ね、今は年間一番だ、ずっと一番だ、え今2位の人とは1キロしかない、1本1キロ1本分2デーだもんね、すぐまくられちゃう、いやもうほぼ、うん、ないないぐらい、うん、ないに等しいけどそこにいるっていうのは重要じゃない、うん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 、やっぱやってる以上3位内ぐらいに、最終戦にかかって3位内にはいないと、うん、まあ一応目標通りにはもっとそんな差を開きたい、うん、やっぱり周りもね努力してる連中がいっぱいいるわけ、うん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 、ほとんど差がどうぞ、その年間最終戦迎えるにあたって、うん、結構すごいメンタル大事だと思うんですよ、もう最終戦になると結構大きい、でメンタルの部分はあんまり気にしないですか、意外と気にしなくてもやっぱり何回もこういう経験してるから、それよりもいやメンタルを落ち着かせるために、うん、練習量は実はすごい多くてしてる、多分すごいですもんね、うん、出てないようで遊んでるようで実は結構水に出てて、うん、そのメンタルがやられないように練習でちゃんと自分がやるべきことを見つけてくる、いやそう圧倒的差で年間1位だと、うん、これは絶対いい、うん、間違いなく、うん、だけど僅差で1位なのか僅差で2位なのかっていうのは結構
結構メンタル的にやっぱ2位の方が楽だなっていうのは僕は、ね、いやそうだよね、うん、俺ちょうど3年2、3年前の時にやっぱり僅差いやちょっと離れてたなで1位で行ったけどやっぱりまくられて、うーん最終戦の2日前でね、それまだ2キロぐらい開いてたあと1日2キロ、それ最初は試合始まる前はやっぱり緊張するよね、いけると思った、うん、思ってたけど寝れないもんね、そうなるとね、なんか眠りが浅いというか、あと1日で終わりだしみたいな、でもそれで試合朝迎えるわけじゃないですか、うんうん、でスタートしました、うん、やばいぞって思ってなってくる、だんだん水どの辺でなってた、いやもう速攻だね、1時間ぐらいになるなるな、うん、で、状況変化にもなんかこう冷静に対処できる、水が減ってんのでやっぱり前日良かった釣りをどうしても続けて、判断にミスが出る、バラすとかじゃない、あもちろんバラすとかそういうのもあるんだけど、ね、判断ミスがすっげー増えてくるから、それを起こさないためにやっぱ練習、それとはでも移動するタイミングですか、うん、とか移動する場所とかね、あ場所もある、うん、こういうことだったらこうしとけばよかったなって終わってみるとすっごい負け試合って多いもんね、それは判断だから、まあ、2つ以上選択があるわけじゃないですか、うんうん、まあ、全く同じじゃないと思うんですよ、うんうん、全く同じ、その時に自分が全く同じ優劣だったら、うん、その時の判断は、まあ、しょうがないというか、いやなんかトップでいくと弱気になるじゃない、うん、そう守り入るでしょ、でやっぱり楽な方を選ぶ、ああ楽な方を選ぶ、ああ楽じゃないんだけど、霞ってどんな釣りも楽じゃないじゃない、うん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 、それが余計にマイナスに出る、うん、楽な方じゃないってイコールみんながやる釣りにどんどん近くなるんだよね、ああ当たり前のエリアは当たり前の釣りをしだすっていうか、で結局みんなと変わんないっていう、でもその選ばなかった方で行ってたらもしかしたら あったと思うんだよ、うん、だからやっぱり逆転されて、逆転した人は違う釣りをして、みんなと違う釣りをしてきたのだと思うし、うんうん、もうね勝ったり負けたりっていうのを繰り返しながらこれを続けてるけど、結局その訓練ですよね、そう最終的には釣り云々じゃなくて、うん、だそこかな、今年もまたでもその土俵に上がれてるから、ほらもう10位とか15位とかでさ、うんうんうん、それ楽しめないじゃん、まあまあまあ、うん、そうで最終的にやっぱり最終戦でその年間争うっていうのはすごい、トーナメントやってる以上は自分の中でもうそこは絶対こかしちゃいけないところかな、うん、で一応ずっと守れてるからいい、うん、練習ちゃんとしてるからなんだろうなって、うん、そうですね、うん、優勝できたかもしれないことも練習したからこそ分かってて選択肢にある、そうそうそう、じゃあ今年は取りたいよね、取るよね、多分取れんじゃないかなと思うんだけどなかなかうまくいかないんだよね、で今年取ったら4回目なの、年間4回取った人っていないの WBS の年間、だからなんかほらみんな俺っておちゃらけふわふわっぽいと思ってて、トーナメントそんな大したことねえよと思ってるでしょ、うん、それをみんなにそれも武器にしてますよね、そう、あ言っちゃダメですだからそこでやっぱり4回目人がやってないところ記録を出しておいて、もう壮大にデコる撮影をしたいいやでも、うん、いける気がします、いやでもこの時点でいけるでしょっていうのは僕にはちょっと間違っても言えないなっていう、うん、まあでもねいけると思うんだけどな、いけないかな、いや、ね、練習はだいぶするつもりだしね、今年の進化はだいぶしたつもりだし、うん、まあでもみんなしぶき多いけどね、プロになってダイワー OSP という活動するじゃん、はいはいはい、で他のプロの釣り見て動き見てとか、一緒に乗った人見てって、うん、やっぱねみんなうまい、あ俺って下手なんだなって、そう、ね、それはすごいのかな、わかる、うん、だからなんかもう0から10までみんなレベル高くて、あもうちょっと頑張んなきゃダメだみたいな、ただ頑張ってる姿見したくねえしねみたいな、ね次は終わりがないですよ、ね、本当だよね、うん、本当だよ、まあ、そんなうめえなと思う中に織金向いてさ、いやいや、ね、一緒に土俵乗って戦えたって、あのワイルドカードぐらいだけど超練習してたもんね、練習はそう、まあ、初めてだったし、うん、
いやでもね、やっぱりね、吊るしたそういう努力をするってことですよ。いやでもかなわなかったですよ、まあ、ちょっとあの時は初めて体験しました。あの本当のなんか名のある人ばっかりの疑似フィフティみたいな、フィフティの選手ばっかりです。体験したね、確かに。ちょっとびっくりしたっす、うん、難しかったもんね、試合当日特にね。難しかった。前日ぐらいまでちょろっと釣れるもんね。そうなんですよ。そうだったよね。うまくいけばいけるかも、ね、そうそうそう。でもみんなが思ってたんだ。そう、みんなも当日やっぱ食わないんだよね。だからまあそこも分かってやった人がやっぱり、うん、そうかな。いやまあそんなね、いろいろ成長しながらオリキンの釣りをいろいろ見させてもらえながら。いやでも高瀬はまだ全然あのいっぱい隠してるんで。隠してないよ、そのまんまだよ。いやまあ、釣りじゃないとこが多分でかいと思います。そうですね、まあ、試合中がねどうしてもこう本番だからこういろいろこう出るけどね。まあ俺そんなにこうバーって やらないから、試合中も結構至っていつも通りみたいな感じでやり続ける。今日いけてるっていう感覚あるんですか？あるよ、ある、もちろんある。すげえトーナメント勝つときはほぼその感覚、ね、俺はそのタイプだし、あこれはいっちゃうかなみたいな。釣れるの分かる、分かるタイプですか、投げた瞬間。あ今日は勝ち試合だなっていうのは流れ的にはな、勝ち試合っていうか今日は楽だなみたいな、このまんまいけ揃っちゃうなっていうのは感覚的にやりだして分かる。でも今年の試合に関してはそれでミスが出ちゃうかな、すごく。なんか勝てるのにミスっちゃったよっていうのがすごい多い。え、それは何が原因ですか？なんだろうね、分かんないね。ミスはミスだ。ミスはミスだね。だからあのバレちゃうっていうのがミスになるんだけど、うんうん、なんでバレんだか分からない。あ、分かんない。分かんない。なんでか分かんない。魚の方に原因があるのか分かんない。まあまあまあそうですね、うん、まあでも最終戦はね、そんなミスを減らさないと。いや、もうミスなしで。そうですね、頑張ります。で、またそれで年間1位を取れたらオリキン飯を食わせていただきたいな。あ、いいですよ。本当年間、うん、年間いいでしょ。お祝い飯、もちろん、うん、で、それを糧に頑張ろうかな。あのうまい飯、あの飯で優勝の、うん、優勝の場合はもっとバージョンアップしてくれるでしょ。そうですね、うん、あ、じゃあ次はちょっと海鮮いきますか。あ、いいね。海鮮ね、刺身とかそういうの、うん、あ、いいね、オリキンのすごそうだよね。真っ黒な手から出てくるんでしょう、うん、出汁が出てすごいね。まあそんなかなということで、うん、まあでも本当にオリキンの釣りとかはめちゃめちゃ参考にしてさせてもらってるし、この間とガーミンのやつとかも素直に勉強させてもらったら、うん、まあ 100% な武器ではないけれども、うん、知識の一つ場面場面で使うようにして、なんかこうみんなに遅れを取らないように、まあフィフティの選手がどうこうってわけじゃないけど、やっぱりトーナメントに関しては彼らがやっぱりレベル高いから、そうですね、うんうん、そういうところにこうねあんまり遅れを取らない、うん、霞ばっかりの試合だけど、うん、でもやっぱりいつもいるなって思われとかないといかんから、うんうん、明日は教えてね。あるなこですね。楽しみだね、はい、初だもんね、お多分ね。そうですよ、ね、結構コンパクトみたいなんで、うんうん、結構丸見えで面白いかもしれない、うん、水も綺麗だっていうし、ね、うん、ウィードもあるっていうし、最近ウィード触ってないの。触ってないですか？触ってない。景色も違うんで、ね、うん、楽しみです。楽しみ、まあ、お互いいい釣り見つけたら、はい、とりあえず最終戦を、うん、はい、もうね、優勝しかないですもん、ね、うん、優勝したいけど、最終戦優勝で優勝ですよね。1回勝ちたいけど、ね、そこはちょっと難しいかな。分かるでしょ、トーナメント勝つの難しい。いやでも最後行けるときは行っちゃうんですよ、うん、もう頑張るよ、頑張る、うん、はい、ということで最終戦期待して、はい、まあそれでまたオリキンチャンネルに呼んでもらえるように頑張る。あ、そうですね、うん、もう全然もう凱旋キャンプ、はい、お願いします。ダメだったらそれなし。触れないです。うん、触れないで、そっとしてということで、うん、はい、今日はおいしいご飯ありがとうございました。お疲れ様でした。